2023年時点で日本の海上自衛隊で最大の規模を誇る艦艇といえば、出雲と加賀の2隻が建造された出雲型ヘリコプター搭載護衛艦だよね。これは胴体では艦式号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めたものだな。日本を代表する艦艇だね。国防の要と言っても過言じゃないと思うよ。さて今回はそんな出雲型護衛艦の先駆けとなった日向型護衛艦の改修について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。出雲型護衛艦は基準排水量で19,500トン、満載排水量で26,000トン、全長で 248.0メートル、全幅で 38.0メートル、深さで 23.5メートル、喫水で 7.3 メートルのサイズを誇り、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大の大きさだね。この大きさを誇る出雲型護衛艦の機関部は、アメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM2500IEC がスタータービンが4機組み合わせられた COGAG 方式が採用されており、最大で出力112,000馬力、速度30ノット以上を発揮するんだ。また出雲型護衛艦は電源設備としては、機関部と同様にアメリカのゼネラルエレクトリック社製の LM500G7 ガスタービン始発電機を4機等搭載しており、その合計で最大14,000kWの電力供給を行うことが可能となっているぜ。出雲型護衛艦は全通式の飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えており、その以下にも航空母艦前とした全通式の飛行甲板上には、5箇所の回転翼先の同時離発着が可能なスポットがあり、就役時から国外ではヘリ空母とみなされてきたね。出雲型護衛艦の全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0メートル、全幅が 38.0メートルが確保されており、海上自衛隊で対潜哨戒戦闘や対みなかみ戦闘を担う SH-60K 回転翼機のみならば、最大で14機を艦内の格納庫に収容することができるんだ。ただし実際の運用上において出雲型護衛艦は、この SH-60K 回転翼機を9機、輸送と救助救難用途を主軸とする MCH-101 回転翼機2機を標準では搭載する体制が敷かれており、格納庫は第1台に及び整備用の3つが艦内に設置されているぜ。また出雲型護衛艦はその艦艇の大きさを活かし、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用を行っている双発で大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用も当初より想定されており、この大型な機体ですら艦内の格納庫への収容が可能となっていたな。出雲型護衛艦が格納庫に収容可能な回転翼機は、SH-60K が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量 1065 トン、MCH-101 が全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで重量が 15.6 トンとなっているよ。これらの回転翼先を艦内の格納庫から昇降させるエレベーターを出雲型護衛艦では2機を備えており、前部の1機は飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機が艦橋後方の右舷にサイドデッキ方式で設置されているね。前部1機の飛行甲板上のインボード方式エレベーターのサイズは、長さが 20.0 メートル、幅が 13.0 メートルあり、艦橋後方右舷のサイドデッキ方式はエレベーターは長さが 15.0 メートル、幅が 14.0 メートルで大した荷重量は30トンを超えるんだ。現在出雲型護衛艦が施している航空母艦化改修によって、同艦は短距離離陸垂直着陸が可能な F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることが可能となるが、同機は長さが 15.61 メートル、幅が 11.37 メートル、重量が27トン強の規模を持つぜ。出雲型護衛艦のネームシップにして1番艦である出雲が寄港されたのは2012年1月。日本政府が F-35 ライトニング 2B 型を出雲型護衛艦を改修して艦載機とすることを公的に認めたのは2018年3月だが、それを見越した設計がなされていたことが垣間見えるよな。すでに日本の大手のマスメディア各社では、2013年の中盤以降には F-35 ライトニング 2B 型を取得し、
出雲型護衛艦の艦載機となる可能性についての報道を行っていたんだけど、当時の小野寺防衛大臣はあくまでこの見解を否定する姿勢を貫いていたよ。これは当時は政治的には日本の海上自衛隊がその装備として航空母艦を運用することに対して、専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するとの批判をマスディアから被ることを危惧していたゆえだと思われ、今からすれば覚醒の感が拭えないよね。しかし日本がこうした政治状況にあったこの時期にも、中国海軍は国家として経済力を背景に軍の装備の近代化と増強を著しく進めており、こうした危機感が日本国内でも広まり、危機感が醸成されたことから、その航空母艦化は市民権を得たぜ。日本では2010年の後半に差し掛かると出雲型護衛艦に対する航空母艦化改修を公にし、2017年には同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注、その着手が行われたんだ。ここでは出雲型護衛艦に対して、無人航空機と合わせて F-35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われ、これを受けて2018末に閣議決定を見た防衛計画の大綱や、その具体策を綴った中期防衛力整備計画では STOVL 機の運用について言及が行われたよ。そこにおいては従来の日本政府の国会での答弁において自衛隊が保有を行わないと定義してきた装備3点、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦について変更はないとしつつも、出雲型護衛艦の改修は攻撃型の航空母艦には該当しないとの見解が示されたな。このあたりの航空母艦を攻撃型か否かと区別する定義が軍事的に意味をなすか否かは、実に日本的な政治上の言い回しと解釈に満ちたものだった感は拭えないが、いずれにせよこれで出雲型護衛艦の航空母艦化改修が本決まりとなったことは間違いないぜ。それでも日本政府は仮に出雲型護衛艦の航空母艦化改修が完了を終えても、F-35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言をしており、従来通りの回転翼機による対戦哨戒任務との併用を前提とすることを付け加えているよ。出雲型護衛艦の航空母艦改修はまず2020年度防衛予算から改修費用を捻出して着手され、全通式の飛行甲板に対し F-35 ライトニング 2B 型が排出する高温の排気熱に対する耐熱加工が施されることが打ち出されたんだ。そして F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離着艦を支援するため、アメリカの強襲揚陸艦でも搭載されている誘導装置の設置や、飛行甲板の先端部分の拡幅工事の実施が打ち出され、現時点では出雲が2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいるな。並行して艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は2023年時点で総数で42機の調達が計画されているが、中期先としては航空自衛隊の宮崎県のニュータバル基地が有力視されており、同基地において早ければ2024年度からの運用が示唆されているぜ。こうして太平洋戦争後に日本では初めてとなる、出雲型護衛艦の航空母艦に改修しての運用計画が進められているが、この出雲型護衛艦の先駆けとなったと目されているのが、日向型護衛艦の日向伊勢の2隻ってわけ。日向型護衛艦は基準排水量が 13,950 トン、満載排水量が 19,000 トン、全長が 197.0 メートル、全幅が 33.0 メートル、深さが 22.0 メートル、喫水が 7.0 メートルの規模を持ち、排水量比では出雲型護衛艦の約 70% 強のサイズ艦なんだ。この日向型護衛艦も出雲型護衛艦と同様に全通式の飛行甲板を備えた、形状から見れば航空母艦前とした外観を有しているが、回転翼機の昇降用のエレベーター2機はいずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているぜ。この日向型護衛艦のエレベーターは前方の1機が幅 10.0 メートル、後方の1機が同 13.0 メートルと小型なため、サイズ的も F-35 ライトニング 2B 型の昇降には厳しく、どちらも飛行甲板上にあるため、同機の離陸距離の確保も困難なんだ。
そのため日向型護衛艦は出雲型のように航空母艦化改修を施すことは物理的に制約から考えにくく、どちらかといえば1998年から収益を始めた大隅型輸送艦3隻の代替艦が、今後はその機能も盛り込む可能性が高いんじゃないかな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。